保存したファイルを読み込んでみましょう。ファイルをクリックします。開くをクリックします。目的のファイルを選択します。開くをクリックします。保存したファイルを読み込むことができました。また、開くボタンをクリックして読み込むこともできます。